神戸市垂水区大井田王居殿は、兵庫県神戸市垂水区にある町名。一丁目から三丁目がある。郵便番号は6五5 0 8八八三。二千五年十月一日現在の世帯数は千五十八、人口は、男性千九十五、女性千三百四十一で、合計二千四2436。垂水区の南部にある、丘陵地に位置する、住宅地である。 北部に、市営住宅が多く建っている。東を、青山台、東垂水町の飛び地、塩谷町、南を、塩谷町、西を白ヶ山、東垂水、北を、乙木、宮間台に接する。住居表示が実施されている。南東部に、滝の茶屋駅前商店街がある。二丁目に、神戸市立東。 タルミ小学校がある。1984年11月に、住居表示実施とともに、東タルミ町阿佐大井伝、阿佐城大井伝、時効丸、阿佐城、平尾、阿あざげ、平尾の各一部、塩屋町阿佐、平尾の一部より成立した。東タルミ町の障子、大井伝に由来する。大井は、陽水源を意味する大井、伝は他に由来する。 神戸市バスによる、垂水駅東側にある、垂水東口と、東垂水地区、塩屋地区を接続する、路線バス、並びに山陽バスによる、小風台から、循環形式でのバスが運行されている。神戸市バス、山陽バスの大井田三丁目停留所がある。市立小中学校に通う場合、校区は、以下の通りとなる。ありがとうございます。